はい、どうも、ストラテジー中島です。今回も動画のご視聴ありがとうございます。はい、今回は先日納車しましたレブ250が整備で入ってきましたので、そちらの動画になります。このチャンネルではですね、バイク系の動画をアップしていますので、ぜひチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録ボタンの方よろしくお願いします。今回こちらのレブルは納車させていただいてから2回目のオイル交換ですねになります。で、今回はエンジンオイルとオイルフィルター、そちらの交換をしていきます。まずは動画の方から見ていただければと思います。どうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。そんな難しいものじゃないですね。ロデンボルトもエンジンのオイルパンのところについてますし、エンジンの真下ですねについてますし、オイルフィルターについてはですね、ブレーキ側ですね、またがって右側になりますのサイドカバーについてます。ボルト4本外せば取れるんですけど、1個気をつけていただきたいのがガスケットがあります。それはですね、交換しましょう。なので、作業に当たる前に部品の注文が必要になります。そちらを忘れずに。レブルをですね、納車してから2ヶ月近く経ってると思うんですけど、優等生ですね、ノントラブルで、でリコールなんかも出てないからですね、トラブルっていうトラブルはないのかなと思います。で、今回3000キロ近くになってるっていうところなんですけど、まあタイヤとかブレーキパッドの消耗品はもちろんですけど、チェーンもそこまで伸びてなくて、まだそういう調整は必要ではなかったです。まあ何かしらの目安になればと思います。あと、そう、お客さんにですね、どんな感じですかっていうのをちょっと聞いてみたんですけど、一番印象に残ったのがあれですよ。長距離に乗っても全然疲れないっていうのですね。で、結構遠乗りされる方でですね、結構長距離のツーリングをしょっちゅう行かれるお客さんなんですけど、運転をしていても全然疲れないし、で、まあ、故障の心配もないよねっていう話で、安心して乗れるバイクなのかなと思います。では、簡単な作業動画になりましたけど、今日はこのぐらいで終わりにしたいと思います。で、この動画が少しでも参考になったっていう方は、グッドボタンと、あとチャンネル登録がまだの方はですね、こちらのチャンネル登録ボタンの方からお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。